さんにウエストアンツの未来を考えてもらおう。あ、黒帯さんです。黒帯さん来ましたよ。いや、初ゲスト。何て言った？黒帯さんにウエストアンツの未来を考えてもらおうでございます。ない、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 ないって言うの。考え真剣、真剣に答えた方がいい。あ、はい、何も持ってる。いや、何も出たよ。相談料で儲けてほしいぞ、最近。セミナー臭いね。何も出せる。黒帯会議。ほんまに、ほんまに言ったら何も出せる。ほんまに、お前らすね。ほんまに、限界言っていいですか？8000円。お前らやろか、もだやろか。まあまあ、やってもええ。ありがとう。これ、払ったらマジで4日かかりますよ。びっくりするから4日かかるんですよ。初めて相談料送ってもらいます。8000円はまあまあ絞り出す。確かにね。そんなでも俺ら大した答えないよ。分からんよ。あんなの YouTube で議論してますやんか。そうですね。いろんなやつな。何も成功してへん。ただその言葉が下に落ちてる。いやでもね、まとめてんなってやっぱ僕らが思ってるんで。あ、そう。YouTube に黒帯会議ね、これね。いや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 、それそんなできるの YouTube って。俺あんま分からんけど、動画的にこんなんでできる。上になんか出たりする。終わりに出せるかもしれんけど、これは無理ちゃうから編集で。でもだって黒さんあれやってますよ、他事務所が勝つにはみたいなね、 M1。 あ、出したね。あれは見させてもらって、入り口がなんか我々黒帯がその他事務所がどうやったらいけるか考えてあげようと。ああ、上から行くというか、その答え出しますみたいな。ご自身でもちょっと上から行くなっていうのが。あれ YouTube の先方やねん。それはちょっと、ちょっとそこに今からあんままといてなくても結論言うてないから、あれ確かに、どういうことってなって終わってもいい。いやいやいや、お前らも言いたかったよ。 YouTube ってそういう YouTube の仕組み解説するんで、あれでどう戦っていくかみたいな話をしてあった中で、まあその、まあいろいろ言うてはりましたけど、結局その結論出すみたいな雰囲気出して、結局あの他事務所は飛び道具で行くしかないから、風穴が正解や。ここまでは全然分かるんですよ。そうだと結局その正統派はもう無理や、っていう結論になって、その正統派は無理やをどうしたらええのって話してるから、風穴さんイケてるわけやな。今イケてるやつの例を挙げただけで。いや確かに、順々までいったらね、お前らのことを忘れてた。そうなんですよ。僕は正直自分の家の中でこうやって喋らせてもらうことも結構ある中で、正統派誰やろみたいな、なんか一瞬無言の時間あって、そこまでもう煮干しイワシで風穴ケルズの名前出たけど、僕らの名前をその3回戦で余裕ないやつの会にだけ出して、ネタ合わせパツパツにやってて話しかけられへんかったレーダーだけで出して、あの時こそ俺らのどうしたらええの俺らはを欲しかったんですよ、あの時。なるほど。指出すからちゃんと沿ってくれてる。すいません、お前ちょっと別に先輩の前をこう言う。風が横見た。言うたらそのね、松竹から吉本行った側で、あの両方の気持ち分かる。確かに分かる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 。どうしたん？いや、だから俺らはもう賞レースで誰も俺らのことを待ってないなってなったから、お客さんとかね、まあちょっとあんま名前出すとあれやけど、吉本のさんでさえみんな見てたから、吉本さえって行っただけでこうなるんやって。顔が変わるな。そうそうやけど、そうそう、軽めのフォトな。一番面白い。やりすぎですよ。面白い。まあ有名な人にハマるか、それこそさっきのブスはイケメンのおもちゃになるっていう。だからまあ大きい版で、その弱小企業の芸人は大手企業の芸人のおもちゃになるっていうのが。でこのおもちゃで言うと、そのすごいなんていうの、そのトゲ多いおもちゃじゃないですか、その風邪。ああ、まあまあ、使いようがすごい。確かにブロックじゃないですか。シルバニアファミリーね。何ぼでも遊べる。こう測ったらグロい遊び方してもいい。なんかほんまにこれほんまのこと言ったら、そのね、もうその僕らは黒帯のおもちゃになったつもりなかったんです。これがすごいのよ。そうだ、なかったんですけど、いつの間にか2人が
手垢つくんですよ。めっちゃ遊んでるよ。俺らいつも手札にはあるから。そうだね。結構早めにやる。入ってるからもう、まあ、我慢していますけど。それはまあ、松竹時代の関係性もあるから。そうですね。確かに確かに。絶なら、まあ、でも考えたら、確かにむずいな。ゾッとするな。どうしたらいいか分からんすぎる。絶望すんなって。むずいな。だいぶ前半やわな。YouTube 回し出して。そうか。え、ウエスタンですか？ウエスタンズじゃなくて。まあ、ウエスタンズ自体もそうですけど、まあ、結局ウエスタンズで言ってるのがニゴイワであったり、風間さんは、まあ、黒光にも呼ばれてますし、ライブバージョンは。その、他、以下、誰か興味ないっすか？その、興味トルクレンチガールズとかは。あれはでもあれでしょ？そう、テレビ出られへんやつやん、多分。なるほどな。役なく知ってるけど。出したあかんやつ。出したあかんやつやろ、あれは。たっぷり蓋したけど大丈夫。親世代がもうチャンネル変えてる。怖い怖い怖い Z 世代しかない Z にしかない。いやでもそれで言ったらその正統派の時に名前上がらんかったって言うたやから、我々のことどう思ってんのかなと思って、その正統派やとも思ってないんちゃう。あいやもちろんもちろん視野にも入ってないっていうのは。いやいやいや、そんなことはないよ。正統派やとは思ってる。正統派やな。正統派やとは思わない。そりゃそうだよ。このタイプっていうだけでしょ。タイプタイプであっただけやし、認識もしてない。おかしいなぁ。でも確かにこれをその黒見さんに引き上げてくれだけ言うのは、それ意味わからんと思ってる。そうね。ほんまに、そう、ほんまにこれ、ほんまその別に証拠もない話ですけど、僕は今年の年始に、今年の目標をノートにって書いてるんですけど、うん、その一番上にあるのは、僕は寺内さんに徳のある人間になるって書いてたんですよ。えマジでこれは。だからもう黒木さんが結局これ出してくださいよ、ライブやりましょうよだけはマジで何のメリットも出してないから、俺らがその、あそれはそれで嫌なんですよ。はいはいはい、はい、何したら僕らも欲しいですか。あーすごいな。ちょっと待って、なその寺内さんにっていうのはどういうこと。いやいや、結局その人権采配はこっちかなと思って。いやいや、そんなことない。誰がやってるよ、そこは。ほんまに。あ、そうなんすね。いや、やってるやってる、もちろん。いや、だからいろいろ、だって今日もね、あの若手の MC がこの後、はい、吉本であんねんけど、うん、その時にもう2人で、はい、モニターの前でずっと見てるっすよ。ええー、俺はあれか、俺いいね、いいね、いいね。僕のイメージっていうさ、その後輩を蹂躙するのが寺内さんで、先輩蹂躙するのが多いんですよ。ああ、そうかもしれない。僕は、その、そう見たら、結構先輩を、結構雑に扱うんが、大西さんで、後輩雑に扱うんが寺内さん。そうやね、俺先輩にはちゃんと怒られる。俺は。大西さんは結構ね、許されるというか。ああ、まあ、一人っ子やから。一人っ子。関係ねえよ。実家暮らしました。守ったのが。別な話よ。別なな、確かに。じゃあ、狙い目先輩でもいいですわ、もう。最悪俺ら普通に。でもちょっとほんまに一個、はい、まあこれはもうやら考えんでんねんけど、うん、ほんまに東京の方がいいよ。ウエストアンツや言うてんすよ。西を盛り上げたい。え、俺らウエストアンツにいらんってことじゃん。ウエストアンツがあるからまた話変わってるけど、その松竹でそのスタイルやったら東京松竹の方がいいけど、まあまあそれはな、まあまあまあね、言うてしゃあない。いやでもね、それはもうちょこちょこ感じるところがあって、周りがどんだけ言われてるか知らんけど、なんか東京考えてないのって言われてる回数がすごい多い。まあまあ確かに。そうよ、まだから見たらなんで行かへんねんぐらい。そうそうそう、この回数があるって。はい、東京行ってインディーズライブでちょっとガチなこと言うと、ストレッチーズとかとか、うん、結局そうなんか、交通費かけずにストレッチーズとやり合うのが一番いい。僕ら養成所、うん、2年ずつやったらかぶってないですか、半期後輩からほぼ1年ぐらいかぶってるじゃないですか、うん、あの時も言いましたよ、あもうほぼ正統派というか、うん、それと比べてどうなんですか、でもそこ、あの時のいろいろ言いましたよね、もう、うん、はい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 、正統派な、正統派とされる、そこと比べてあん時は、でも正統派ででもいけてる人、まだでも松竹ちょっと力あったんか、あの時あったな、まだその野口さんとか、オジオズボーンさんの、その時の残りかしのファンが、うん、ちょっとあってんけど、まあやっぱ結婚したりとか、そうな、妊娠したりとか。結婚でよかったよ、結婚で一個でよかったよ。妊娠ちょっとこいつかなった妊娠がすごい重いことみたいに、グロワードみたいなところ。そういう、はい、もうコンクなるやん、はいはい、でもどんどん新規がね確かに認められへんくて、ね、
やったけどね。これ実際さ、はい、そのインディーズ界隈は今どんな感じなん？その東京はなんか盛り上がってる感じなんかすんねんけど、なんか正直そのストレッチーズのさ、その多分その界隈では多分すごいじゃないの、向こうで言ったら。向こうで言ったらもう圧倒的っす。その界隈がないと正統派はきついよな。まあまあそうなんですよ。その界隈を作る方がむずいやろうしな。確かにな。だからもうこれって根本我々が正統派をやめるっていう方法もあるんですかね。まあまあまあそれできんねやったら。できんねやったら。確かに。でもこれウエストワンツっていう集団の中でいつもその同じメンバーでライブしていくわけじゃないですか、9組で。そうなった時に何か何かしらそのコーナーやるってなってもトップバッターであったりちゃんとしたことにするのを、まあ、1個フリーになるわけじゃないですか、はいはい、1段階で大体やらせるのここ僕ら、はい、でその後結局リボイはカーザーナックルズが跳ねていくわけじゃないですか、そうそう、これをずっとやってるだけ俺ら、そのこれがでもみんな周りはお前らのあれがあるからやぞみたいな感じにやってるけど、俺らはどうやって売れたらいい、あずっと同じ場所かといって、でもそれは俺らが勝手にやってるだけで別に指示があったり、いやでもそうだったらライブ崩れん、まあさ分かるよそれは、まあな、俺ら帰るこでやんなのかだからその求められてんのはどこなんやって話にもなるけどね。いやまあそれはお前らは最初トップになるやろ。何したの？煮干し場所やっぱファンの人とか結構やっぱ、はい、ウエストさんライブとかいっぱいになるんですよ、はい、結構それ煮干し場所好きができて、はい、でもちゃんとその役割としては好かれてはいるんですけど、あでもそのまあ好かれてるっていう状態に甘んじてる俺らがぬるま湯か一時でもなんか森田フィーバーみたいなのあったよ。ありました。なんか森田がネタ、そのネタを教え、はい、見る回とかもあったよ。ああまあまあイワシがやってる。ええー、といやなんかお前が、はい、え森田がなんか王様みたいでなんか知らない。そうなんか女芸人を集めて、はいはいはい、ありました。女芸人二組全員にピーピーピー養成所の神締めて養成所書いてやったよ一人だけ足りんかった一人おんの私どうしたらいいの人かよ。でもまあほんまのこと言おうか。うわこんな悲しい決まり方お前らは全部やってるけどこれで無理やったら無理や、無理や、そんな結論ある？